本日も XRP リップルのチャート分析をさせていただこうかなと思います。現在時刻ですけども7月29日午前11時2分 YouTube 録画しております。今日もですね、まずアメリカ市場ですね、こちらを振り返っていきたいと思うんですけども、アメリカ市場強かったですね。ニューヨークダウ332ドル高、それからナスダックが130ポイント高ということで、それぞれ大幅に上昇しております。先物もマイナス10ということで、この辺は小動きですね。それからオイルなんですけども、こちらが 97.2 まで上がってきているので、ちょっとこの辺は警戒しておいた方がいいかなと思っております。それからビックス指数ですね、恐れを表すような指数なんですが、こちらが急落ですね、3.9% 下落してまして、22.33 まで落ちてきています。この辺が買い安心感につながっているんじゃないかなと思うので、株式などもね、今日はしっかり買われているんじゃないかなという感じです。日経平均なんですけども、85円高ということで、フランスの企業と上位はファーストリテイリングとかアドバンテスト M3 などが、寄与しているということですので、まあ、全体的に小売セクターとかもね、見てたんですけども、まあ、底堅いというかね、まあ、あんまり動いてないところもね、良品計画とかもあんまり動いてなかったんですけども、まあ、底堅いなというところは、海運株がね、引き続き強くて、商船三井とかが買われ続けているんですけども、株式もしっかり資金が入ってきてますし、ビットコイン、イーサリアムなど、これ何もね、ちょっと資金がかなり入ってきているので、これからね、期待できるんじゃないかなと思うので、今日は XRP を紹介する前にですね、リップル、はい、ビックス指数なんですが、こちら恐怖指数と言われるものなんですが、こちら恐れを表すような指数ですね。こちらが下がってきているので、株式仮想通貨に資金が流入しているという感じなんじゃないかなと思っております。22.33 まで下がってきています。それではビットコイン、イーサーどんな感じなのか見ていきましょう。はい、ビットコインなどもね、しっかり値段の方が上がってきておりまして、320万まで上がってきております。それからイーサリアムも23万まで、戻してきておりまして、こちらもですね、今状況的には、まあ、30万円ぐらいを目指す動き、まあ、いければ33万ぐらいまでいければいいんじゃないかなと思ってるんですけども、この辺を目指してるんじゃないかなと思っております。それでは今日のリップルはどんな感じなのかですね、冷やしチャート、それから MACD、RSI などもね、比較しながら見ていきたいと思いますので、最後までご覧になっていただければと思っております。お待たせしました。今日のXRP は強いですね。50円目前ということで、ちょっともう50円にね、差し掛かってきてるんで、50円超えてこれるんじゃないかなと思ってます。まあ一応50円はね、当然レジスタンスになってると思うんで、どうなるかなというところなんですけども、次の展開をちょっと予測しながら皆様と見ていきたいんですが、50円一回タッチしてますね。早朝にタッチして、そこから今戻してきていて、まあ、ですので今49円と50円ぐらいでこう、うごめいているという感じなんですけども、まあ、ビットコイン、イーサの強さを見ると、まあ、ここは超えてくるんじゃないかなと思っています。ここを超えてくると52円ぐらいまでですね、7月20日の水準まで戻れるような感じがしていて、まあ、52円を超えて次の展開が期待できるんじゃないかなと思うので、まあ、次の目標52円ということで一応設定しておりまして、まあ、その後はね、そこの次はまあ高値すぎるんですけど、97円ぐらいかなというところで、まあ、中長期的にはそのあたりまで戻れるんじゃないかなというような感じで見ています。まずはですので50円超えた場面がありましたので、次52円ぐらい推定しております。MACD も見ていきますと、今ちょっと微妙な感じでね、またクロスしそうなんで、こう上にね、ちゃんとしっかり向いてってほしいなというところ。それから RSI は結構高くなってきてまして、60ぐらいということなんで、まあ、利確もぼちぼち出てくるんじゃないかなと思います。40円台前半で買えた方はね、50円ぐらいでまあ売ろうかなという方は当然いらっしゃると思うんで、まあ、利確もそろそろ出てきてもおかしくない状況かと思われます。最後に値段の構築ですね、していきたいと思うんですけども、一応50円がレジスタンスにもなっているので、50円超えられないとですね、49円、それから 47.3 ぐらいまで押し戻されるということがあるかもしれませんので、今は 47.3 から52円の、まあ、この中で動くんじゃないかなと思ってまして、比較的今52円の方に、動きやすいように見えてはいます。まあ、ただどうなるかわからないんですけども、まあ、52、3% は52円の方に動くんじゃないかなという感じで、XRP のそもそもの期待がものすごく高まっておりますので、まあ、そういう形でちょっと上目線ですね、
ちょっと見てるんですけども、どうなるかは分からないです。アメリカ市場がまた今日は急落してしまったりすることも十分あるので、まあ、そうなった時には47円方向 47.3 円ぐらいになってるんじゃないかなと個人的には考えております。はい、ということで今回のリップルなんですけど、まあ、47.3 から52で動くということで推測してみました。今回の動画はいかがだったでしょうか。皆さんのご意見もそれぞれ異なると思いますので、異なる意見それから同じ意見という方、まあ、半々ぐらいなのかどうなのかちょっと分かりませんけども、コメント欄よかったら、ぜひ使っていただいて構いませんので、ご記入の方よろしくお願いいたします。それからこちらのチャンネルはですね、負けない投資というのを心がけて、とにかく負けないということを徹底しております。とにかく分からないものは買わない。それから負けないためにはですね、分からない時には買わないっていうのもこれは鉄則ですね。上がるか下がらないか分からないっていう時に買ったら、やっぱり分からない結果にしかならないので、まあ、こうなりそうだなとか、まずは自分の得意な銘柄とかですね、分かりやすい銘柄を見つけた方がいいと思います。株式も同じですね。分からない、名前の聞いたこともないような会社で、その会社が分からないまま買うと、やっぱり負けた経験が私も多いので、しっかり自分の中でしっかり調べきってですね、腹がくくれてから投資をするようにしましょう。それで負けた投資であればね、まあ、後悔が少ないんですけども、もう分からないで適当に買って、ね、負けてしまった投資は本当に後悔して、負けを取り戻すのが本当に大変になってしまいますので、負けないようにとにかく頑張ってみてください。まあ、XRP はご存知の方が多いと思いますので、まあ、先ほど言ったようなチャート分析を活かしながら、ぜひ負けないようにしてみてください。チャンネル登録まだの方、ぜひこの機会にしていただいて、負けない投資、これからもお互いに頑張っていきましょう。ということで今回は XRP チャート分析最後までご覧になっていただきありがとうございます。チャンネル登録まだの方はぜひよろしくお願いいたします。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。